どうも、石田です。はい、密かに楽しみにしていたんです。はい、言ってはいなかったんですけど、ナイトメア、13のナイトメア、バルト・アンテルス。はい、行きたいと思います。雷属性が弱点で、まあ、それ以外は、基本的には軽減と。で、破壊後は死の宣告をやってくる。破壊後は多分軽減はないってことですね、本体は。よし。で、こんな感じです。ここで、ちょっとヘイス側がないので、バニラにヘイストを持たせてます。で、あとは、まあ、バースト組が、ファング、最近引いたファング、ね、もうレインズがいるんで、レインズ、サッズがいるんで、おそらく、もうこの2人だけで叩けるであろうと思ってますので、魔石は円起動で、壁にしたいと思います。で、道中は、正直、道中もそんなに、ゲージを貯める必要ないんで、レインズが1.5ぐらいまで貯まったらもう OK 出せるんで、そこで OK 出していきたいなと思っております。もう正直、レインズ頼みですね。まずバニラでプロシェル貼ります。まあ、あんまりね、これ、なんていうかな、好きな方がいない、謎の、超絶なんですけど、超絶だけしか持ってないからバニラ使いにくいんですよ。バーストが強いですからね、バニラは。本当にサッズテンペストスナイプ持ってきました。まあこれ雷攻撃をやってもらうって感じなんですけど、まあ、スペスコのためって感じですかね。まあ、ファングもライトニングダイブなんですけど、実際は風弱体させるんで、ちょっとあんまり噛み合ってません。ここに関しては微妙です。で、スノーが引きつけたりする感じになると思うんですけど、あんまりスノーも気にしてない。もうあとね、必殺持ってるのがスノーはバンっていう状況だったんで、一応スノーを持ってきてます。今回はちょっと武器とかのこともあって、関係もあってスノーを優先したって感じですね。あとはバニラのね、ゲージをちょっと早めに貯めておきたい。あ、まあ、サッツもやな。サッツも貯めときたいですね。サッツは1個で十分。で、レインズが1.5ぐらい。レインズが1個貯まったら、ちょっとバースト入れて、全体攻撃でパシパシっと倒していきたいかな。ファングでもいいんですけど、ファングも実際バーストは、ヘイストのために入れる感じですかね、これも。ライトニングダイブ4発きっちりボスには打ち込みたいなと思ってるんですけど、どちらかといったらその外装の時に入れたいなと思ってます。どちらかというとそっちの方がいいかなという、そこが大事ですもんね。雷以外軽減、まあ、ただね、波の軽減、つまり魔石クラスの軽減じゃないとね、もううちのね、レインズにはもうそんなもんね、効かないんですよ。多少軽減されようが、あんなもんでも関係ないからな。めちゃくちゃ強いですからね。突き破っていきますから。バニラの超絶がちょっと使いにくい点として、本当にゲージがたまらないんですよ、やっぱ。まあ、ゲージを貯めやすい、その、イカれるローザとかさ、そういうのに比べると、やっぱりその超絶の運用だけにしても、ちょっと見劣りがしてしまいますね。超絶の能力もそう、さることながら。行かれないというのは本当につらい。1メタも行ってもいいんですけど、もう少しだけ、もう少しだけゲージを貯めたい気持ちが。スノーにヘイストやっときたいな。ギャングレア。どちらにしろ死の宣告を上書きしてくるんで、だから死の宣告自体はあんまり気にしなくてもいいと思ってて、死の宣告の数自体は。よしよしよし、ラッキー、たまった。数字ね、数値はあんまり気にしないでもいいと思ってるんですよね。さあ行きましょう。大丈夫そうやな。こっち火力十分。ああ、まだか。ごめんなさい、まだでした。我慢我慢。スノーにやってドラゴンクロー、貯めれるもんは全部貯めるから、貯めれるもんは全部貯めていく。
あいつ強えな。あの 技のさ、振りとさ、当たり方が全然合ってないですね。今の明らかに変ですね。これ強くなりましたよね、ドレッドヒール。本当にめちゃくちゃ強くなった。よし、いいね。まあ、ただそんなになんていうか、ファングのバースト、これといって特徴ないんですよ。まあ普通っていうか、もうめちゃくちゃよくある、よくあるやつ。治癒入れます。治癒入れて、そしてできればもうここをファングがもし倒してしまわなければ、もうこのメメントを入れておきたいですね。大丈夫ですね、メメントで倒す感じになるかな。これで死の宣告入れておいて本番を迎えましょう。さあ1にします。よし、行こう、勝負こいや。テンペストスナイプはあと、そして壁、バニラで壁、そしてメテオクラッシュもう一回やっておきましょう。でメガフレアでメタモルフォーゼ。よし、いいタイミングで入った。これでコーマアップと、まあ、リゼネかな。だからセラピーケアルちょっともういらないんですけど、道中のために持ってきたかっただけなんで。食らうね、壁が入る前にちょっとあんまり食らうのは嫌だ。よし、超絶の貯金がだいぶ役に立ちました。あ、ヘイストしまった、バニッシュレイド持ってきてないわ。しまったしまった、まあいいか。即時行動が可能になってます。フルブレイク、メガフレ、これが全体。ちょっともう連発していこうかな、これ。よし、あ、全然柔らかいですね、全然柔らかい。よしよしよし、外装はそれほど硬くはなさそうだ。これも倒したんじゃないですかね、片方、片方やっちゃった。オッケー。そして、うわ、浮いてる浮いてる浮いてる。ブリザード1900、貯金を少し下ろしてエンチャント入れてくる。挑戦状を叩きつける。そしてどうしよう、セラピーケアでやっとくか。ちょっと上書きしてしまいますけど、上書きしちゃうけど、ブリザード、ここはもう落としてしまおう。リゼネの上書きがうっとしいな。挑戦状を叩きつける。これで引きつけも入ると思います、多分。弱っ、弱い。まあまあ属性ですからね、氷属性なんで。ここでこのレインズで終わらせてくれるでしょう。終わらない、ナイス。よし、ねじ込む、強引にねじ込んで、さあ来ました、丸裸。死の宣告が上書きされる。60で来い。よし、完璧です。60なら何の問題もなし。リベンジチャージ、メガフレア、あー、なかなかに硬いな。ちょっと1回魔力上げときます。9999、完全にカンスト。よし、さあどうすかね、左がどれぐらい出るか。デストルド、なかなか食らうね、デストルド。遠軌道を呼ぶか呼ばないか、ちょっと微妙なところではありますが。タナトス上昇、怖い怖い怖い。うん、大丈夫。割合ダメージって感じなのかな、あれ。リベンジチャージ打ち込む。まあまあ、これね、そう、これね、結構攻撃力高いんですよね。まあ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 、言っても、まあ、クリティカルアップなんですけど、まあまあ、その使える必殺技ではもちろんないんですけど、もう超時代遅れなんですけど、まあ、スノーの中では、まあ俺のスノーの中ではまだ使える方という、バンとどっちかを悩んだんですけどね、本当に。これ銃入れる前に1回回復したいと思います。ですのでスノーでこれ入れます。遠軌道入れておけば貯金が綺麗にまるっとできるんで、綺麗に貯金をまるっとしたいので、メガフレア。よし、これが最後のアフロブルースになるかな。 OK、
あとはもうレインズは、うわ、レインズと同じ黒魔法の音ですよね、今のピピピピみたいな。うわ、結構きついな。恵みの自由、レインズ必殺いけるけど、あのバービーでいきたいと思います。多分バービーを使ってるのが強いんですよね。実際即時がついてくることも考えて4発出て、なおかつほらこういうことになるんで、えぐいっすよねこれね。ブルブレ、これでスペースコア OK。 よし、そしてメガフレア、さらに風を弱体化、まあまり意味はないですが、あまり意味はないですが、一応、あ、強い、まあまあ入った。ただ4発なんですよね、強くて当たり前。さあ、そしてデストルドを来まして、メテオクラッシュ、これはまあぼちぼち。あとはもう、まあ、もう一回必殺技を出るか、どうしようかな。テンペストスナイプどうか、ちょっと攻撃寄せでいこうか。早くとどめを刺してしまいたいですね。かまいたちが入る、ウィークネスいいね。風弱体させてるんでウィークネスで入りますね。リベンジチャージ、メタモルフォーゼ飛びましょう。メタモルフォーゼ飛んで、くらえ、くらいやがれ。よし、カウント、まあ強いわ。レインズえぐいっすね、火力が。デプロテショット、セラピー KR、 リベンジチャージ、飛んでる間にリベンジチャージ、もうあとちょっと回復したいな。壁がぼちぼちやばいので、壁前に仕留めてしまいたいんですけど、できればナイス入って、ルイ、ルインガ、ルインガって一人に来るんや。ルインガって全体のイメージですけど、一人に来ましたね。来るよ、溜めとるよ。うわ、火力がやばい。エアローラぶち込む、6600。テンペストスナイプ、これももう決めたいね、ここ決めたいっす。よし決めろ。はい、まあ、レインズいたらやっぱり、よし余裕でした。まあまあ、いや余裕ではないな、体力的には危ないですけど、ちょっと追記でしたけど、まあ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 、よし、まあ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 大丈夫ですね。言ってももう一人回復役を増やしてもよかったかなぐらいはちょっと思いましたけど、アタッカー十分でしたね本当に。スノーとかがあんまいらないレベル、まあ、育ててもう一人回復役を置いても全然よかったかなという印象か、もしくはスノーにもう全体小回復を持たせてもよかったかなと思うんですが、まあクリアできたら OK でしょう。ナイトメアミッションが本当楽しくなってきたんで、この終わるのが寂しいです。貴公子のフラグメントありがとうございます。もう私5章倒してない組なので、ジョブフラグメントもっともっと欲しいです。運営さんよろしくお願いします。はい、ということで、ナイトメアのミッション、まずは、200のミッションですね、クリアしました。見ていただいてありがとうございました。